はこん。おはこんばんは。It's Sago and Bren。で、今日はお鍋企画第3弾です。第3弾です。ってことで、第3弾は、こちら。焼きあごだし、小鍋っちです。お、使います。ね。なんか以前の、何だったっけ、何やったっけ、以前は。ごま担々麺か。ごま担々鍋。をやった時にね、うん、この次はあごだしやりますって言った時にね、みんながコメントしてくれたね。ね、いっぱい。そう。これ入れた方がいいよ、これ入れた方がいいよって言ってくれたので、はい、まあ、今日はその言ってくれた材料をちょっと参考にいろいろ作ってみたいと思います。はい。では、ね、メインは魚を使います今日は。そう。これから切りながら、じゃあ準備しながら何を買ったか皆さんに紹介します。はい。ってことでやってみよう。じゃじゃーん。何ですか？タラちゃん。これで塩水で水洗いして、まあ、あの水気を取ってちょっと塩を上から振って準備しておきました。この粉ベッチのなんか材料にはなんか鶏もも使うといいって書いてあったんだけど、まあ今回はちょっとタラを使って鍋を作っていこうかなと思います。いいんじゃない？なんかチャンネル登録者の人でもなんかタラが結構合うよとか教えてくれた人がいたから、うん、まあ美味しそうと思ってやってみました、ね。まあ、これは後で入れますよ。こんな感じ。ネギ、白菜、しめじ、人参です。ことで今この中にいろいろ入ってます。全部なね。だからこれが沸騰したら食べ頃ですかね。お腹すいた。もうちょい待ってください。はい、はい、お待ちください。あと5分か10分ぐらい待ってね。はい、はい、じゃあね。じゃあね。はい、ではこの空いてる時間に皆さんに紹介したいものがあります。で、何の動画だったっけな。ここに動画のリンクがパッと貼っとくんですけど、ワンちゃんか、うん、そっか、そのワンちゃんと一緒に遊んだ時の動画、多分休日編みたいな感じの動画の時に言ったと思うんですけど、なんかアップルショップでこれから何かを買いますみたいなことを話してました。で、ちょっと時間が経っちゃったんですけど、ここで皆さんにそれを紹介したいと思います。で、実は後ろにもあるようにタラーン、なんだっけこれなんていうんだっけ、 iMac、 iMac っていうのを買ってみました。これで動画編集してる。そう、今これで動画編集してブログも書いたりやってます。で、今まで使ったパソコンも今も使ってるんだけど、やっぱり画面が大きいとね、ちょっと細かいとこも見れるし、なんかパソコンの、まあ、速度とかそういうのもいろいろこっちの方が早いみたいなんです。だから結構これサクサクね、編集も進んで結構いい子です。で、この Bluetooth でつながってるキーボードとか、あとマジックマウスだけもあります、うんうん、まだね、自分はちょっと機械音痴だからこういうのすごい大変だけど、今頑張って覚えてますね。ね、これのんちゃんミッキーからもらったクリスマスカード、紹介してるもんね、紹介した。でも表も見せたいけど、写真があるから、のんちゃんファミリーの写真もあるから、ちょっとこれは見せられないけど、またね、はい、ここにいますってな感じです。どうぞ。お待たせいたしました。はい、熱いのでご注意ください。うわ、ゆっくりどうぞ。おいしそう。魚もいい色になってるね。わお。
今回すごくなんか超健康って感じだね。和だし超健康、超健康を超える、激健康、激健康。写真撮っちゃおうと。なんかね、匂いはお正月の匂いする。あのね、お餅が入ってるやつ、お雑煮、うん、あーそれかな、うん、なんかその匂いがする。食べたことない。これ餅もいいね、絶対。なんかコメント欄で餅も美味しい。あー餅あるのに。油揚げ入れるの忘れた。遅いかね。でもいいよね、入れちゃおうか。入れちゃおう。だってもう揚げてあるじゃん。うん、でも切った方がいいよね。うん、お湯がぬるくなっちゃうぐらいかな。なんかいつも入れ忘れちゃうね。ねえ、ほんとにいつも。ペッ、お湯かけよう、上から。超いい匂いなんだけど。美味しそう。美味しそうね。スープ。じゃあいただきます。じゃない？いただきます。せーの。いただきます。持ってる。いただきますしてからのチュチュ、なんかちょっとあれだね。チュチュをいただきますって。いただきます。きます恥ずかしいです。もう伝統だもんね。でもさ、これ友達と遊んでる時とかもさ、普通に遊びに行っていただきますって言って、あと乾杯とかやった時に、なんか。しようとなる。頭によぎるよね。別にしてもいいけどね。まあ美味しい。あ、美味しい、うん、ね。ちょうどいい。うまみ。うん。じゃあ、あっさりしてる。魚食べよう。美味しいな、鍋。最後が用意してくれた魚。そうやよ。なんか臭みを取るために下ごしらえした。うんうん、どやー、うまいじゃん。すごい美味しいね。びっくり。ね、本当の反応よ。ちょっと美味しかったね、これは。美味しかった、うん、っ想像以上美味しかったからびっくりした、うん、なんか久々に味わったこの魚の感覚、うん、この鍋の日本だね、うん、これでも普通に売ってたからできるね、また、うんうん、美味しいな。これはうまいよね。ちょっと肉じゃなくて正解だったかも、うん、鶏肉も絶対美味しいけど、でも2人ともどっちかっていうと魚が好きだもん、うん、まあ鶏も好きだけど、でも魚が好きだよね一番は、うん、やばい、もっと欲しいね。魚なんかあと3匹ぐらい買えばよかった。9ドルぐらいやったかな。まあ今度みんなでまたやるときこれを作ろうか、うん、これ1個と、これなんかこれあさりしたやつ1個と、うん、あとキムチ鍋か担々鍋とかがなんかバランス取れるよね、うん、それなんかみんながシーフードが合うって言った理由が分かる気がする、うん、なんかあさりとかも入れたいと思っちゃった今。これってなんだっけ、あごだしってして魚がベースなんじゃないの、うん、そうだね、だからじゃない、だからあとね、牡蠣とかも合いそう。タイもやりたい。牡蠣生ガキ、アサリ、ムール貝、エビ、ネクスト、あ、エビ、やりたい。イカとか全部いけるね、うん、イカ、シーフード鍋、海鮮鍋作れるね、うんうん、これはうまい、うん、ぜひやってほしい、うん、日本のみんなだったらこのアゴだしのつゆのさ、パッケージすぐ手に入るから、うん、ぜひ今日何しようと思ったらアゴだしつゆのやつ買ってシーフードとりあえず買ってボンって入れればボンって完成。シーフード好きじゃなかったらチキンで、うん、うん、タラめっちゃうまいね。なんかみんな魚好きな人は3匹4匹5匹って入れた方がいいよ。入んねえよ。5匹入んないよ。確かにパンパンパンこうなっちゃうよ。鍋こんなでかいのあるかもよ。それもひきって言ってるからなんかもう丸ごとじゃん。やばいじゃん、ごちそうじゃん。おい、うん、入れてくれる、ちょびんです。でも結構好きだから俺も。Thank you. You're welcome. あ、なんかこういう風になんか汁にこういう風にこれ入れるとおでん思い出す。おでん食べたくなるね。日本に帰るときおでんのシーズンだよ。確かに。でもコンビニでおでん売ってるじゃん。俺の
俺が住んでたところのコンビニはね、うん、年中ずっとやってた。場所によってね、うん、だからなんか結構食べてた、それ夕飯にして。やばい、うん、美味しい。だってみんなやるときは柚子胡椒も入れてみてね。うん、柚子胡椒もともと大好きだからね、美味しい。うんね、二度楽しめるね。ね、これは。はい、じゃあ今回のあごだし鍋つゆ鍋だよね。そうですよ。多分はここまでになります。はい。で次回はこのごま豆乳鍋つゆになるので、まあこれに合う食材がもしあったら皆さんコメント欄でシェアしてください。ね、いつも丁寧に教えてくれて。本当に感謝してます。いつもすごく美味しいです。美味しいね、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。この鍋今回も美味しそうと思ったらぜひ高評価の方とチャンネル登録の方をしてってください。お願いします。あとは概要欄 の, SNS とブログのリンクもチェックしてください。チェックチェック。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。